鉄道作業局198-7950型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、鉄道作業局が1897年7月に、アメリカのロジャーズロコモティブワークスで18両を、製造した、車軸配置2から6から0型で2気筒単式の、 飽和式点が機関車である。当初の形式は L 型、番号は187から204で、後に E6 型と称した。私鉄国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両形式称号規定では、7950型に改版された。携帯は一般的なアメリカ古典機タイプで、ボイラーはストレートトップ型、第一感動場に砂箱、 第三管道場に蒸気ドームとそれに付属した安全弁を備える。これらは3ピース型となっている。煙室は短く、その側面から前端張りに支柱が渡されている。運転室は木製であるが、下室が大部分を占めており、機関士は下室の横、機関助士は炭水車上から倒炭した。木製の運転室は後年、後世に改装された。また、 淡水車はアーチバー式の二軸ボギー台車を2個装備した4軸式であった。勾配線区用として関節鉄道では E3 型に次いで導入されたアメリカ製機関車でロジャーズ製としては初めての製品である。当初は東海道線の箱根小屋や軽井沢伊勢の新一線で使用され高成績を残した。鉄道員となってからは北海道に転属し、 箱館本線や宗谷本線で使用された。1928年から使用停止となるものが出始め、一部は入れ替え用に回った。1933年11月に全車が廃車解体された。民間に払い下げられたり、保存されたものはない。軽視傷。ありがとうございます。